どうも高井です。知っておく底辺で力を見分け実践続ける。書く技術にしろ、こうやって喋る技術にしろ、知識を身につけてから実践を続けなければ、正直言って力って本当にはつきません。私はこうやって YouTube 上で話をしているっていうのも一つあるし、外で営業なりバイトなりして人と話すと話せるような環境に身を置くってことも重要なんですよ。最初は身を本になってしてでも働き続ける。そこで YouTube でこうやって話してるのを現実でも実践してやっていく。それをやっていけば、まあ、日本にはつい近年までありましたよね。ただそれは私たちは体感はしてないけど、高度経済成長っていう、高度経済成長って人口爆発と技術革新が合わさらないと起きないんですよ。テレビを作っても買ってくれる人がいないと売れないよね。人口爆発によって買ってくれる人が増えたわけですね。だからテレビはボーン、バカバカ売れたと。これは技術でも同じことで、知識をつけて、でそれでほとんどの人は満足するかもしれない。だけど実際身につくのは莫大な量の実践できる環境なんですよ。その莫大な環境っていうのは、こういう YouTube を元に練習してで実践できるっていうのは、おそらく今は多分まだ大手だけなんだと。たとえブラックな環境だとしても、数をこなすには、まあ、優秀な環境だとは思わない。賃金は安いかもしれない。ただ安いかもしれないけど、実践できる環境に身を置くことこそがあなた自身を成長させる必要な要素なので、そこの環境に身を置いて肩の力が抜けるぐらい、少しサボってる気分になるぐらい、力はあるんだけど全力ではない、肩の力抜けたっていう状況になって、初めて8割方実践できるようになっているので、この8割のとこまで来たら、ようやくこういう知識を実践して身につくなっていう頃が、だいたい8割から9割ラインなんですよ。で9割ラインまで行ったら、あとは体が自動的に動く、もう呼吸をするように実践しているっていう状況まで行くので、10割ぐらいまで行く頃にはもうあなた自身は無意識にできるってとこまで来ています。そこまで行ったらもう確信を持ってね、身につけたって言えるような状況になっているので、ぜひともね、実践諦めないでください。チャンネル登録お願いします。画面の右上のボタンを押してください。それでは。